改めまして皆さんこんにちは。今日は新東海道珍道中梅と松代府中の旅にようこそご参加いただきました。私は今日のツアーガイドを務めます琴の葉スクエアの橋本恵子と申します。皆さんついてきてくださいね。よろしくお願いします。ニックネームはですね、橋本恵子を縮めて橋恵さんと呼ばれることが多いので、橋恵さんと声をかけていただければなと思います。皆さんと一緒に旅する場所は2020年度に日本遺産に認定されました東海道の府中、これ府中ってね、東京にも地名ありますけれども、東海道の府中というとちょうど静岡県の真ん中あたりになります。地名で言うと、まあ、静岡の方はお分かりかもしれないですけれども、富士川を越えて由比ガ浜のあたりから今度大井川の手前、藤枝島田、このあたり、ちょうど静岡県の真ん中あたりを府中というんですけれども、ここを旅します。まあ、皆さんに楽しんでいただくのに今回オリジナル脚本というのを作りました。なので梅ちゃんと松代ちゃんという2人と、さらにはちょっと竹さんというところまで入ってですね、オリジナル東海道府中珍道中という仕立てになっております。さあ、前置きはこのくらいにしまして、それでは皆さん一緒に旅に出かけましょう。時は今から400年前、江戸時代、旅は命がけでした。今のように車も新幹線もありません。頼れるのは自分の足だけです。さらに女性が旅をするというのはご法度でした。入列法に出女という言葉もあるくらい、関所を通るときには旅の目的がちゃんと証明されないと疑われたり、あるいは牢屋に入れられたりしたこともありました。旅をするのは女芸人の梅と松代の2人組。箱根を越えようとしたところで思いがけない出来事に遭遇します。ではまずこちらからご覧ください。こんなんじゃさ、ちゃんと関所回ってきた方が良かったんじゃないの？ダメだよ、箱根は厳しいんだから。こんなのってのがあるらしいよね。そうだよ、私たちみたいな女二人じゃたちまち牢に入れられちゃうよ。本当だよね。なんかさ、関所が近づいてくるとさ、なんか道案内の人が来てさ、こっちこっちっつってなんか高いお金取られるんでしょ。あ、箱根にもそういうのがあんのかな。あんのかな。そういうさ、甘いこと言う男にさついてくと、はいはいこっちこっちこっちって言ってさ、そのまんま牢に入れられちゃうらしいよ。ひどいね。ひどいよ、お金払うのにさ。本当だよ。私は踊りを学ぶために髪型に行くんでしょ。うん。あんたはなんだっけ。あたいはね、この大道芸の道を極めるのさ。すごい。人が何とか言って甘いもん食べたいだけじゃん。バレちゃった。そんなこと言ったらさ、松代ちゃんだってさ、踊りの修行とか言っちゃって、本当はさ、髪型で大好きな仁左衛門様に会うのが目的なんですよ。仁左衛門、仁左衛門様。違う違う、早くしないと日が暮れちゃうよ。次は三島だよ。まだまだ先は長いね。長いね。はあ、やれやれ、ここまで来たね。本当だね。わあ、見て見て、
大きな石像。本当だ。ねえ、スルって抜け出してくんないかな。どうだろう、この辺り結構厳しいよ。うん、え、何やら怪しい人影が。この金ピカの人、何なんでしょう。見た？見た？てか見えなくなった。消えたよね。消えた。やってみる？何を？あれだよ、トントンシュって。消えたらどうすんの？大丈夫だよ。やってみようよ。だってさ、そしてさ、この世から消えちまったらどうすんだい。多分大丈夫だよ。そしたらさ、うまく石像抜きできるかもよ。やろやろ、早く。いくよ、トントンシュだよ。せーの、トン、トン、シュー。まつよちゃん、ここどこ？ねえねえ、わかんない。どこなんだい、ここは一体。どこ来ちゃったんだろう。もう、梅ちゃんがあんなおじさんの真似すっかだよ。だって。でもさ、きっとさ、あのおじさんがさ、いい抜け道を教えてくれたんじゃない？そうなのかい？多分。私たちが勝手についてきちゃったんだけどさ。まあね。多分さ、松代ちゃん、あっち行けばさ、髪型行けると思うんだよ。ま、行ってみようよ。行くしかないね。うん、行こう行こう。あっちあっち、大丈夫、怖いよ。なんだ、どこだろう、これ。梅ちゃん、小腹が空いちゃった。松代ちゃんもなんかないかな。旅はなかなかお腹が空くね。食べたい。あ、なんかこれ食べ物かな。そうじゃない。なんか美味しそう。あんこみたいだよ。こんにちは。こんにちは。あ、なんかここは食べるものがありますか。卵餅が有名なんです。卵で、米の粉でとあんしか入ってないんですけど、へえ、つるっとした感じ。そうそう、へえ、食べたい食べたい。あ、いいですか。うわ、じゃあちょっといただきます。はい、じゃあ梅ちゃん食べるよ。もちもち。松代ちゃん、一口で食べちゃった。あんこがこしあん。ごちそうさま。おいしい。すごい。これでじゃあ、これ食べて、峠越えられるね。さっと峠だね、次はね。うん、ありがとうございます。はい。わーい、美味しかった。美味しかった。ありがとうございます。わーい、わーい、もらっちゃった。これは梅ちゃんいただけ。さっきからなんかジロジロ見られるんだけど、なんだろうね。なんだろうね。ねえねえ、ほら、なんかここ食べ物の匂いがするよ。行ってみる？行ってみよう、行ってみよう。なんかさ、どっちの方向だい？カチ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 。梅ちゃんは鼻が効くね。そうでしょ、きっとなんか食べ物よ。こんにちは。誰もいないよ。見て見て、魚だよ、魚。本当だ、魚。ほら、
絵じゃないのかいこれは。あら、これ美味しそう。美味しそうだよ。あ、ねねねね、なんかいたよお兄さん。聞いてみようか。聞いてみて。え、梅ちゃん？聞いてみて。ね、これは何ですか？これはあのマグロの缶詰です。マグロってあのこうお魚？はい。キハダマグロの缶詰にして。はあ、はあ。ではこれ、おお、何これ？ね、あ、こうやってパコって開くんですか？はい。それでこのまま食べれる？このまま食べれる。あ、便利。便利だね。持ってこうか。うん。サッタ峠持ってこう。今からね、サッタ峠越えて上方、京都、大阪に行くんですけど、はい、旅の途中これあったらいいね。持ってこう。うん。持ってこう。持ってこう。うん。これじゃあもらえばいい。持ってっていいんですよね。いいって。いいの？すごい。もらえるだけもらってこう。現代の人はすごい親切だね。親切だね。いいね。じゃあこれでもらっていこう。よし、ありがとうございました。わあ、なんていい人なんだろう。これはどこなんだろうね。どこだろうね。はあ、あ、こんにちは。こんにちは。今この絵を探してんの。あ、もうちょっとここから5、6分展望台があるから。2人は江戸で行ったり、本当絵の舞台のことにします。5、6分よし、行ってみようか。じゃあこの杖持って行こう。こうやらすぐ近くありがとう。いるようですね。ありがとうございます。さっきさ、卵餅食べといてよかったね。お腹をくれといてね。あとはいつご飯にありつけるやらわかんないね。今日はね、今日はさ、頑張って府中まで。府中まで行くの？うん。でも結構歩くね。歩くね。疲れちゃった。府中でしょ今日。まだこの峠を越えなきゃいけないからね。ここか？これなのかい？そうだよ。あれがほら、わわわ。見ちゃダメだよ、まだ見ちゃダメだよ、松代ちゃん。見なかった、松代ちゃんは見なかったよ。3、2、1、はい。おほら、富士山向こう。そのまんま。すごい。すごいね。現代の自然の景観の素晴らしさは変わらないんですね。これは見たかったんだよね。いっぱい走ってるね。なんかおもちゃみたいのが。面白い。人力車じゃないね。カゴじゃないもんね。今日は府中でしょ。うん。急ごうね。そうだね。じゃあお先に。松代ちゃん。お先に。松代ちゃん。ついてきて。卵待ちパワーすごいな。ついてきて。分かったよ。目的を一つまた一つと果たして二人は先を進みます。待ってよ、松代ちゃん。そしてやってきたのはエジリシュの柱。見たこともない乗り物がいっぱいの箱は。行こう行こう。でしょう。行く。行こうよ行こうよ。行こう。あれならあれ。ビリってた。ありがとうございます。では安全バーを上げます。安全バー下がりました。松代ちゃんの顔、うわぁ何怖いよ。あ、怖いこれちょっと全然見えない。あー、あー怖い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 。2人がやってきたのはエスパルスリームプラザ。ジェリーズ清水エスパルスの応援拠点として1999年にオープンしました。はしゃいでますね。ここには清水出身の漫画家さくらももこさんの代表作首まる子ちゃんランドがあるということも知られています。はい、楽しい。今年4月にオープンしたのがこのプチ遊園地清水マリーナ。かっこいいでしょ。潮風を感じながら24ほら、あ、何怖がったの。梅ちゃん、なんか食べよ。食べよ。
腹空いたって言ってたじゃん。食べるよ。ほら行こう。こんにちは。これ何ですか？こちらはこちらフライドポテトになります。ポテト、まあいいか、うん、食べてみようか。ハイテク、ハイテク。わあ、気持ちよく。おー、落とさないでよ。はい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 、はい、おー、なんだろう。あ、いい匂い。あ、なんだろう。何これ。ねえねえ、まつよちゃん食べてみて。食べていいの？どう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 。おいしいよ。おいしいよ。あ、食べた。ん？うん、何これ。おいしい。おいしいね。なんだこれ、こんなの今まで食べたことない。いただきます。ああ、おいしいよ。おいしいねこれ。うん、マスオちゃんいくらでも食べるね。だっておいしいんだもん。おいしい。いろいろやらかしてくれてますね、梅ちゃんと松代ちゃんですが、どうやらあの金ピカのおじさんの真似をして江戸時代から令和にタイムスリップしてしまったようですね。で、東海道名物の卵餅を食べたり、あとあの稲葉のライトツナっていうね、まあ、地元では有名なツナ缶のねお店に立ち寄ったりですね。あれ大丈夫なんでしょうかね。まあ、持ち逃げってあのことはないと お兄さんもねいいですよって言ってくれてましたけど、ずいぶんずうずうしくですね、あのなんかこう振る舞ってね、あの持ってきますなんて言ってね勢いよくやってましたけれどもね、あの2人大丈夫なのかなって感じでしたね。で、あそこの、稲葉食品の直売所ですけれども、あの直売所でしか買えない缶詰やレトルト食品もあるということなので、またねこちらの方面に来た時には立ち寄られるといいかなと思います。で、2人ね、チェリービーのフライドポテトなんかも食べてましたね。これチェリービーンズのフライドポテトっていうのはもう静岡っ子にとったらなんですかね、まあ、チェリビって言ったらなんかそういうね、なんだろうな、こうおいしいスナックの代表代名詞みたいなねところがあって、そんなものも楽しんでましたけれども、府中ですから、まあ、今の静岡市の中心部を目指してくるということでしたよね。無事に到着してるんですかね。なんか、あ、おっとなんか聞こえてきましたよ。見えてきましたよ。皆さん見えますか。あら、ちょっとちょっと、何してんのあなたたち。お、これは静岡おでんを梅ちゃん頬張る。うんうんうん、おいしいよ。おいしいって、あなた何やってんのよ。ちょっと楽しそうじゃないのよ。ん、今食べたの黒はんぺんですね。静岡のおでんの黒はん、あのはんぺんって言ったらこの黒はんぺんを指すんですけど、で松代ちゃんの方はどうしてんの、何してんの、何してんの、ん？何そのくれだましみたいな。ん？ちょっとちょっと、え、何食べてんの？え、ちょっと見せて。かき氷？かき氷？あら、おいしそう。いいわね。ちょっと、ちょ。どこにいるのあなたたち。旅の目的地は府中でしょ？大丈夫？大丈夫？ちょっとちょっと、さっきから食べてばっかりじゃないのよ。え？あの皆さんの静岡おでんって聞いたことありますかね。 B 級グルメで結構ね聞いたことあるよって方多いと思いますけれども、静岡っ子たちはですね、大体学校のそばにね
あの駄菓子屋さんがあって、駄菓子屋さんにおでんの鍋があってね、そうそうそう、今のこう今映ってますけどね、おでんの鍋があるんですね。でこっから串を取ってですね食べるというね、はい、そのままいっちゃうの大丈夫松尾ちゃん。これは何だ、練り物ですね。でね、静岡おでんの特徴はこの真っ黒い汁というかね、もうね煮込んでなので、あの出汁が真っ黒なんですよね。でもね、見た目ほど味は濃くないです。これに出汁粉をかけていただくのがいいんですよね。はい、あ、からしもねあります、ね、あ、出汁粉もありました、出汁粉もありました、そうそうそう、これをねパラパラパラっとかけて、これなんだなんだなんだ、こんにゃくかな、はいはいはい、まあ、愛知県の方だとねお味噌をつけて食べたりしますけれども、だし粉をかけてからしでいただくと。で学校帰りに食べるときはね、串にね線がついてたりして、これ50円ですよ、これ100円ですよなんて言ってね、おばちゃんにねごちそうさまなんて計算してもらったりするんですけどね。ちょっと あなたたち幸せそうね。ちょっと行かなくていいの、旅はどうなってるの、松尾ちゃん、松尾ちゃん、梅ちゃん、ちょっとそろそろ府中に進んでほしいんだけど、静岡の街中も結構見るとこあるわよ。梅、呼び捨てにしちゃった、そうそう、時間ってね時計ないと思いますけどね、そろそろ行かなくちゃと、そうそう行かなくちゃ行かなくちゃ、そうそう行くわよ、はいはい、もう食べてないで、ほらほらほら、さっきから食べてばっかりじゃない、ほら次行くよ、 OK 聞こえてる、何かき氷デザート別腹、行くわよ次の旅、うん、はい、行って、あ、キーン痛い、頭痛いみたいな感じですかね。はい、出かけますよ、はいはい、ようやく立ち上がりましたね、傘持ってね、はい、では今度はこの2人が府中の町で大暴れするかなということで行きましょうかね。さあさあ府中の町に行きますよ。では府中の旅の様子ご覧ください。お城のあるところは違うね。本当だね。小江戸よりよっぽど広いんじゃないか。あ、なんか美味しいものもあるかな。あんたはいつもそれだね。わ、立派なお城。本当。あれ？ねえ。ん？変な人がいる。あの人だ。そなたらどっから来たのじゃ。どっからって江戸だよね、うん、やはり東京ではなく江戸じゃな。どこ？ああ、知らんのならそれでいい。どうしてここにおるのじゃ。どうしてって、あなたが関所のところでほら私は嫌だって言ったんだけど、梅ちゃんがさ、あれを見られたか、深くじゃったの。まあよい、そなたたちは静岡が好きか。静鶴ヶのあたりじゃよ。いいところだろ。もう暖かい、美しい、ものは美味しい。わしはな、一行は退屈でつかんのじゃ。ところでお武家様はどこから来て、ここで何をしておいでで？故郷で遊んでおる。ここはなかなか楽しいでの。見物はしておるか、うん、わしが案内をしてやろうか。わー、やったー。あたいたち、梅と松。わしは竹千と呼ばれておった。あ、そうじゃの、超畜梅。おお、なんところがいい、天気がいいの。じゃあ竹ちゃんだ。なんでもよい、ほら行くぞ。
ほれほれ、こっちじゃこっちじゃ、うん、行く行く、ついてまいれついてまいれ、わーい、わーい、こっちじゃこっちじゃ、わーい、そして子供の頃の名前が8人は松竹梅じゃ、松竹梅じゃぞ、そうですね、なぜか時間と空間を超えている様子です。松竹梅トリオ大丈夫か。たけちゃんが知ってるんでしょ。たけちゃんが案内してきたんでしょ。わしもだ、これちょっと最新すぎてちょっとわからんのじゃよ。たけちゃんがめっちゃあやふやで連れてきてしもうたんだよ。なんとかなる、なんとかなる、もう絶対なんとかなる。これ楽しすぎる。楽しい、やったかだよ。すごいよ。あ、全然楽。あ、利用できます。すごい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 、24時間優に遠隔ができます。すべて電動アシスト自転車っていうのも嬉しいですね。車さんにも快適自転車を走っています。さあ、3人は安倍川を渡って、トウロ汁で有名なマリコ宿を目指します。綺麗。ハチさんと案内でやってきたここは、大田原不動産。岩場にかかる滝と3つのお堂、振り立ちの地域に呼ばれる地域のお堂。元では、川を渡って、頑張れー。マリトンは知られてるんですね。いやいや、頑張って。言い伝えもあるそうです。苦いのかよ。よくわかんない。水でむせるなよ。タケちゃんがいれば何も怖くないでしょ。俺全部なんだって入ったの。変態が訪ねると、見つかったら超変態。すいません、変な人がいます。タケちゃん、ここは何。ここは匠宿といってな、いろいろなちょっと、まあ、昔のというよりも、技を習うとこじゃの。技、皿とかさ、お椀とお茶碗作るんだよね。やってみたい、やってみたい。ねえ、たけちゃん、やってみたいね。わしもな、やってみたいと思うぞ。うん。たけちゃん、やったことある陶芸。ない。まあ、大体でいいんだよね。宿では長川、奥川と呼ばれている福岡の伝統。あ、そっちじゃって。これなのに4本あるじゃん。おかしくて、これなのに4本ある。本当だ。陶芸体験。果たして松竹梅トリオ、飲もうかな。仕上げることはできるでしょうか。はい、では500g の粘土で押し叩いてるみたいだよ。でもなんかさ、叩くとさ、こう、ほら、本当だ。相当押し叩き慣れてるような感じじゃん。もうちょっと真ん中寄せましょうね。あまりうまくいかないとさ。いや、面白い、これどうしてくれますかね。安心ですよ。結構平たい。そうです。なんかさ、こうやってね、匠宿では工芸体験以外に縮めってこと高くなってくるんだって。竹千筋細工、梅物、木工刺し物、こんなにいいんだった。なんか、なんだかわかる。これホームページはい、いいです、ここもういいです、そこで抱き合って。松竹梅の3人が挑戦したエビネギコースは1800円で体験ができます。別途お金かけていても、確認の数を増やしたり怖いね、これ、はい、はい、やっぱ諦めない心って大事だね。そうだね。松竹梅って書こうかな。あ、そうだね。あ、梅と竹と松を書こうかな。あ、あ、いいね。あ、いいね。松、竹ってどうやって書く？こう。毛の、毛みたいな。毛だね。毛だよ。え、だよ。え、
え？竹の根。え？漢字言ってたよ。しかし松の根。松の端を忘れてますよね。追加料金300円で。本当はお上手な方。そうなんですよ。バラエティーでも騙していたんですよ。楽しかったね。楽しかったね。いや個性が出たね。いろいろとね。焼き上がりが楽しみだね。あれでね、わしはね、おいしいブラックコーヒーを飲みたいぞ。あいいね。ブラックコーヒーだね。そしたちはあれで何を飲むのじゃ？牛乳かな。まあまあ楽しむのはいいんですけどもね、いつになったら髪型にたどり着けるのかかなり不安になる展開ですよね。あの金ピカの男の人ね、タケちゃんと呼ばれてましたけれども、お分かりになりましたか？あのふるさとが日光、あふるさとじゃない、日光からやってきてふるさとが駿府だよということで、幼少期の名前が竹千代、家康さんなんですね。家康さんが時空を超えてね、こう旅をしている、まあ、その家康さんについてね、梅と松代ちゃんもこの現代にやってきちゃったっていうわけですけれども、家康さんもね、無責任というか何というか静岡が好きすぎてというか、あのもう寄り道ばっかりでね、大丈夫かなっていう感じですけれども、まあそれだけね、静岡のいいところをねたくさん知ってほしいってことなんだというふうに解釈はしますけれどもね。で、あの家康さんにね会いたいよっていう方がもしいらっしゃいましたらですね、駿府城公園というのが静岡市の本当に中心部にありまして、そこに行くともしかしたら会えるかもしれません。で今8月今日21日時点では、緊急事態宣言が出てますので、ちょっと観光が、ね、できない状態ではあるんですけれども、昔お城のあったところに遊覧船で葵船っていうのがね、ありまして、まあ、9月以降ですね、葵船がまた動くようになったら、まあ、それに乗るともしかしたら会えるかもねみたいなことがありますので、お楽しみにいただければなと思います。秋になったら皆さんと一緒にお出かけできたらいいですよね。まだ梅松は休み中かな。あれ、おいるね、またね、いたね。お茶飲んでますか、梅ちゃん、松代ちゃん。たけちゃんどこ行ったのかな、どこ行ったんだろう。あいた、うん、ちょっとじゃあ疲れたから一休みしよう。そうだね。ちょっと見えてきましたので、ね、聞いてみましょうかね、二人の会話をね。はい。すごいね。うん？色がね。うん。本当？うん。やっぱ府中のお茶だからかな。おーしい。いただきます。いただきます。ね、これ邪魔、この変なのが邪魔で飲めない、これ自分で作ったんですか。やったっけ、買おうかな、これそうだよ、これ匠宿で作ったマグカップ。いや、飲めたんだけど、なんだこの二人羽織みたいな、なんだこれあっ大丈夫大丈夫大丈夫かい、何してんの、何してんの、二人組お菓子食べてるわ、お菓子食べてるわね、なもぐ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 と、おいしいって、お茶飲んで食べて、お、あゆだね、アユを一口でパクと。いや、一口。マツちゃん、大丈夫？マツちゃん、食べ過ぎじゃないの？
楽しんじゃってますけど、お二人さん、もう聞こえてないのかな？うん？何？何？それは何？これ、うん。あ、さっき作ったのね。あ、作ったのが出来上がってきたの。結構なんかアーティスティックないい仕上がりになってるじゃないのか。カタツムリみたいなのがね、上に乗っかってるのね。うん、それお皿？お皿かな？へえ、あ、すごい松尾ちゃん上手。そうだね、松尾ちゃん。色合いも素敵だね。うん。梅ちゃんのは？あ、なんかもう一個作んないけどさ。タケちゃんどうした？タケちゃんいないけどさ。うん。あ、タケちゃんも作ったんだよね。タケちゃん作った。タケちゃんこれ。タケちゃんまで飲んじゃったんじゃないの今。ああ、タケちゃんのいい色だね。これ持ちやすそうじゃない？おお、グビグビと。あ、いい感じ、飲めてる。おいしい。ああ、お茶って江戸時代あったのかね。お茶をみんな飲んだのかな、やっぱりね。うん、結構これ渋い。渋いんだ。うん、苦いんだ。でも体に良さそうだね。そうそうそう、まあまあ江戸時代関係ないんだけど、お茶のね成分がコロナウイルスにもいいって言うんでね、この間静岡県の調査も発表になったんでね、コロナのねこう活動をね抑制するねパワーがあるらしいですよね。まあ彼女たちには関係がないかなって感じしますけど、お二方また食べてないで旅に戻っていただきたいんですけど。さて次はどこだっけ。あ、今からさ宇都宮峠行かなきゃいけないよ。お、宇都宮、うん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 、峠なかなか大変だよ。重い腰上げて行きますか。はい、よっこらしょっと。はい、せーの、おっこい、やった。ではでは、ここから先まだまだ府中の旅は続いてご覧ください。おい、どこ行っちゃったんだろう、たけちゃん。どこだろうね。なんか、なんだろう。ね、綺麗なお花。すごい。なんかいっぱい咲いてるよ。ノラバ。なんだろう。行ってみよう。わわわ。すごい。すごい。なんか素敵な音楽も聞こえるね。本当だね。大きい。わあ、すごいね。梅ちゃんの好きな米菓子みたいな、丸くてちっちゃくてカラフル。頭につけて帰りたい、ね。あ、いいね、いいね。かんざしにしてもらおうか。あ、いいね。夢の国みたいだね。本当だね。こんなの見たことない。ないない。でもこういう色もかわいいね。小さいのかわいい、ね、ちっちゃいのかわいい。食べたら美味しそう。食べない。食べ物。うん。わあ、綺麗だよ。大丈夫になっちゃった。わしゃしゃー。おー。ね、なんかさ、お腹空いちゃった。なんかここで食べれるのかな。なんだろう、なんだろう。なんかいっぱいいろいろ絵が描いてあるよ。本当だ。でも全然読めないね。うん、おすすめは何ですか。バラソフト。あ、じゃあ梅ちゃんそれにする。バラソフト。じゃあ読めるの。読めるさ。すごい。うわー、ありがとうございます。うほー、はーい。あれ、うん、
あ、冷たい。ほら、花びらが入ってる。本当だ。不思議。綺麗だね。本当だ。ちょっと甘くて苦い。でも多分ね、いい匂いがするから、さっきのお花だよこれ。やっぱり、入ってる。やっぱり人気者ですね。映えちゃんね。これバニラ。これ美味しいよ。ないけど。これかな。アイスってやつかな。またアイス食べんの？なんかアイス。いやなんな。やなな、やなな、なんだろう。ここ静岡パラビーツサンプリ。やなな。今夜はお茶だな。あ、ねえねえねえ、もちちゃんあれじゃない？中にもだろうあれ。おお、何これ？何これ？ラートです。なんだろう。なんかいろんなジェラートを選ぶ。いろんなのあるよ。藤枝さんこの茶色いの。ほうじ茶は読めたジェラートは違う価値のある一品。じゃあこれ。お願いします。おー、なんかすごい。どうかな。あつよちゃんがほうじ茶ジェラート、梅ちゃんがお茶、抹茶ジェラート。どこで食べる？この世界一濃い抹茶ジェラートは外で食べてたよね。わー、賞を3年連続受賞した。すごいね。抹茶茶の茶色よ。を作っていただきます。わー、いただきます。作られているということです。色も濃いですね、すごく。どう？どう？どう？え？すごい。え？すごい。すごい？すごい。何がすごいの？すごい。すごいの？すごいじゃわかんない。わかんない。すごい。え、そんなすごいの？じゃあ。食べて。梅ちゃんもいただきます。すごい。すごいか。こっちの辺触ってないよ。感染症対策でね。うるさいからね。ダメだよ。今日は大井川渡るんだよ。渡らない。二人寄り道ですよ。なんと高級抹茶の産地から。怖い怖い。なんかジュラシックか、ジュラシックパークみたい。なんかクマとか出ないかな。出るよねこれ、クマ。すごい、すごいね。なんだろう、あれなんか、あの、あれなんだろう。キラキラしてる、キラキラ。キラキラしてる。はい。こんにちは。こんにちは。はい。すごい。こうやってお茶かるんだ。あ、なにこれ。あ、見て。なに、おー、なんか何これ。あ、これがこのお茶っ葉の葉っぱ。あ、柔らかい。わー、こんななってんの。まるごといったけど、まつちゃん今聞いていいですか？いいよ。これは何のためにかけたんですか？こう、あの、お茶の横の色なんか、あの、なんていうの、いい色になるっていうか、緑色になる。普通はこういう黄色してるときにね、あの、これがこう、こういうのをかけることになって、この濃くなるの？そう、緑色が濃くなって。それで、この辺が昔から玉露の産地だもんね。ね。なんで、あの、栽培方法としては玉露と一緒でさ、あのお茶品質を高めるためのこれ、よくさ一般的にあの黒いのじゃん、こぼってか。黒いのだとね、あのお茶の先っぽんこにあの焼き茶で熱さで。はい。これ今あれ最新式のあの皮膚剤。最新式？これ。すごい。
中は熱くならないでこれ。あ、へえ。そうなんだ。うん。あ、すごいなあ。美味しくて。へえ。手をかけて、なんで止めてられてるね。なんだろう、まっすぐ一本グマだよ。あっちにもなんかあるよ。本当。あ、ホケキョウだ、ホケキョウ。ホケキョウは一緒だね。うん、そうだね。梅ちゃんと松代ちゃんの旅はまだまだ続きはい、皆さんいかがでしたでしょうか。寄り道だらけでしたけど、あの2人組なんとか旅を進めてるかどうか気になるところですけれども、皆さんのリクエストぜひお聞かせください。ここ見てみたいよ、こんなこと体験したいよっていうような声がまた梅と松代を動かすかもしれませんので、ぜひぜひそんなリクエストもお待ちしております。それでは今日は皆さんご参加ありがとうございました。また近いうちにお会いできることを楽しみにしております。さようなら。